はい、こんにちは、海坊主です。今回はね、とりあえず過去のねプロジェクトカーズシリーズですね、比較していきたいと思います。で、今画面上出てるのがね初代プロジェクトカーズですね。で、車はね、まあ年代の違いはあれど、一応アウディの R8 で統一しました。で、コースの方はねニュルブルクリンクのグランプリコースとなっております。で、久々にねプロジェクトカーズ、まあ初代プロジェクトカーズですね、こちらの方を起動したんですけど、いやー、グラフィックの方はね今見てもいけんじゃねえのかなと思います。コースのグラフィックもね、車のね中の、まあ内装のグラフィックもね、まあそれなりな感じで、全然ね今のゲームとしても遜色ねえんじゃねえのかなと。まあ一応グラフィックレベルはね全部最高にしてるんで、多分プレステ版とかよりは全然そういう意味では綺麗なんですけど、まあパソコンゲームとしては全然グラフィックも現役でいけんじゃねえのかなっていうレベルだと思います。ただね、一つだけ難点がありましたね。久々にやってみて思ったんですけど、ハンドルのフォースフィードバックが結構なんつうんですかね、いい加減な感じですね。ただただ重い。そのハンドルの手応えとか路面の手応えっていうのもないし、まあ路面の手応えを求めるのはちょっとあれですけどね。まあなんであれかって言ったら、もう限りなく路面がフラットです。デコボコが一切ないですね。一応車が微振動で上下にしてるけど、そんな感じはもう全く伝わってこないですね、ハンドルからは。で、ハンドルのね、そのセルフステアもね、とにかく真ん中にただ戻ろうとするっていう。で、どんだけ切ってもね、手応えが変わらないんですよ。ただただ重い。ただ、手放しで走ってもね、まっすぐ走ってくれるような感覚はありました。はい、じゃあ以上がね、久々にプロジェクトカーズ1を起動した時の、まあ、感想でした。はい、じゃあ次がねプロジェクトカーズ2です。未だにねプレイされてる方は結構いますね。そう、プロジェクトカーズ1のコンセプトがねリアルな、まあ、ドライビングシミュレーター的な方向性だったんですけど、2によってね、2になってなおさらその傾向が強くなった感じですかね。だからグラフィックがね、まあ、1と比べて多少なんかイメージが柔らかくなりましたよね。1の方がコントラストが強いイメージ、色がね濃いとこは濃いし暗いところは暗いっていう、なんかそういうコントラストが激しいイメージだったけど、画面全体的にちょっと柔らかくなったかなという印象があります。で、あとはね車の音も雑だった音がちょっと丁寧な音になったかなって感じですよね。まあ雑だって言えばねちょっと語弊はあるかもしれないですけど、まあ音がねちょっとやっぱりもうちょっとリアル寄りになったかなって感じはあります。で、ハンドルのねそうフォースフィードバックの方はもう全然進化しましたね。設定自体も細かく決められるので、まあ、自分好みにすることもできるし、そういう意味ではねすごくハンドルの手応えは全然リアル寄りになりましたよね。1ではただただ重かったハンドルがちゃんとねグリップ変化によってそのハンドルのね軽さも変わるし、1ではねもう切り始めのね遊びの部分がなくて、いきなりグッとくる手応えが、切り始めのね初期タッチはね柔らかく入っていく感じで、タイヤに荷重乗ったなってところからグググッとくる感じがやっぱしますね。まあそういう意味ではね全体的にグラフィックをそのフォースフィードバックも進化したかなっていう、まあ2でした。で、ラップタイム自体はねこっちの方が早いのかな、まあ変わんないぐらいですね、2分1秒ぐらいです。はい、最後にねプロジェクトカーズ3です。今進めてるやつですよね。そうですね、変化としては音がね残念になりましたね、3になって。何が残念、これ結構ね同じボリュームレベルでやるとほとんど聞こえないぐらいになっちゃいます。なのでねちょっと無理やりちょっとボリューム上げ気味にしてますけど、あとは1と2ではそのエンジン音の後ろでねこう密かになってたようなギアの音、ミッションの音がねなんか変なノイズとして入ってきてますよね。
ちょっと違和感あるミッションの鳴き方ですよね。こんな高周波ノイズじゃないで、もうちょっとねメカメカしい音すると思うんでね、本当のあのミッションの鳴き方って。でグラフィック自体はね、まあ多分グラフィックエンジンが違うんだろうけど、まあなんか全体的にやっぱり発色が良くなりましたよね。であとは重くなったなって感じがあります。まあ現在のグラフィックなんでね、処理が重くなるのはしょうがないですよね。あとはあのダッシュボードの映り込みが意外とこのゲームすごいですね。綺麗に映り込みます。でまあ車の挙動の方なんですけど、まあ雑な動作をしてもスピンしない感じですよね。アクセルをラフに上げてってもそんなに滑ってかねえし、で仮に滑ったとしてもね、なんかちょっとしたカウンターステア入れるだけで戻ったりとか、そういう意味では楽な挙動になりましたね。まあいい風に捉えるんであれば、ハンドルコントローラー持ってない人でもね、その要は細かい操作ができない人でも大雑把な操作でもちゃんと車が動かせるっていうのは、あの購買層拡大にはつながると思うんですけど、結局のところね、どういう方向性にしたいのかが迷走してる感じは否めないかなっていうのはありますね。シム系にしたいのかカジュアルにしたいのか。はい、じゃあ最後はね、まあ比較対象っていうことでアセットコルサコンペティソーネでやってます。はい、こちらはねホームストレートを言っていくとね、あのピットにねちゃんと音の反響としても伝わってくるぐらい変なこだわりがあります。音に関してもこだわりすぎやろっていう感じです。でちゃんと音のバランスもやっぱいいですよね。このミッションの鳴き方とあのエンジン音の大きさと排気音の感じと、まあでもねこっちの場合はね、そのそっちの方の調整に割くリソースがね少なくて済みますからね。車の要は台数も少ねえしコースも少ないですからね。このコースの反射のし具合も結構やっぱりリアルですよね。まあ時間のかけ方が違うんだろうからな、そこら辺の調整の仕方は。まあ比べてもしょうがないことだと思うんですけど、まあってことでね、とりあえず3本比較してきました。1、2、3で印象ですね。1が意外とグラフィック自体は今でも通用するなって思いました。でまあ、シムとしてやるんだったらやっぱり2が一番完成されてるかなって感じです。そのグラフィックの感じもそこそこだし、音の再現具合も結構いい。で挙動もねまだ今でも通用するような挙動はしてます。じゃあ3が悪いのかって言ったらそうでもないと思います。1と2では取り込めない層を3では取り込めるポテンシャルはあるんですよ。まあ、1はそうでもないけど、2はやっぱりパッとじゃできなかったですからね。できないこともないけど辛い。じゃあ3何がダメなのかって言ったら、なんか中途半端な感じは否めないんですよね。カジュアルに振るならちゃんとカジュアルに振ってほしかったんですよ。その難易度の設定とか、あとはその資金のねあの入り具合とかも、いろんな意味でねちょっと修行感があるんで、今後のねそこら辺の調整がうまくいけば爆発する可能性はあると思います。はい、じゃあ次はねリプレイ画面の比較です。こう見るとねこれ1ですよ。全然悪くないですよね。もう相当前のゲームだけど、グラフィック的にはね全然今でもいける気がします。ただしこれあのグラフィックは最高設定にしてますんでね、あのプレステ版とかそっちの方だと多分ここまでのクオリティは出てないはずです。ただパソコン版ではね全然いけるかなって思います。あとはあれですね、違和感があるとかしたら、あの歓声がざわ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 ずっと同じボリュームでしてるのがちょっと気になるかなと。あくまでもどこの場面でも同じボリュームなんですよね。ただねこう見てる限り車の動きも変な違和感ないし、あとは音もいいですよね。まあそんな感じで、まあプロジェクトカーズ1の方でした。はい、今度はねプロジェクトカーズ2です。
1のリプレイと比べるとね、なんかハイコントラストな感じですよね。だけどガラスの反射とか結構細かくなってます。でこちらもね、とりあえずグラフィックを最高設定にしてます。あー、このアクセルオフの音とかたまんないですね。なんかほんと一時停止してね、角度次第じゃ実写に見えますね。ただちょっとね、最高設定にしてるからか若干画面がかくついてるかなっていう感じはあります。でもこのアウディのね、独特の V10 サウンドがちゃんとしっかりと再現できてるかなと思います。たまんないですね、この高回転の音。いいですね。あ、このグリッピングとかいいですね。はい、じゃあ以上がプロジェクトカーズ2のリプレイでした。はい、次はねプロジェクトカーズ3です。グラフィック自体はね、全体的な向上もしてると思います。で相当重くなってますね。やっぱり今時のゲームだなって思います、この重さは。グラフィックのね、で残念なのが一つあるんですよ。車の挙動がちょっと違和感あったりするんですよね。車の向きと車の動きが合ってないような場所があったりします。で、あとこれ結構でかい問題としては、反射処理がねちゃんとされてないんですよ。ってことはどういうことかって言ったら、車の塗装がね、全部の車大体マット塗装みたいになっちゃってます。光を吸収しちゃってる感じですね。フロントガラスとかは反射してんのに、ボディが一切反射しないんですよ。もうマット塗装って感じです。やっぱりね、リプレイでも発色がはっきりしてますよね。赤白もはっきりしてるし、草ももう緑って感じになってるし。でもグラフィック自体はね、全然綺麗になってますね。ただ残念なのはやっぱり音です。2の音をそのまま使ってくれたらよかったのにって思いますよ、同じ車なんだから。発展させたのが多分劣化になってるって感じですね、本当音に関しては。はい、以上が3でした。はい、じゃあ最後はね、まあ、一応比較としてやっぱりコンペティゾーネの方で比較したいと思います。ただね、同列に語っちゃいけないんですよね。一台一台の車にかける時間も違ければコースにかける時間も違うと思うんで、こっちはね少ない分ね、一つ一つにねすごく時間をかけられたと思うんで、そういう意味ではプロジェクトカーズとね同列に語っていいゲームではないと思うんですけど、まあでもやっぱりその時間かけてるだけあってね、いろいろクオリティはありますよね、こっちのが。ってことでね、コンペティゾーネの方はまあおまけなので、プロジェクトカーズ1、2、3、まあそれぞれの印象ですね。まあやっぱりね、1は古いとはいえ、いまだに結構ねそのグラフィックレベルとかまあそこそこいけるなと思いました。ただフォースフィードバックがねちょっとやっぱり昔のゲームなのであって、単調な感じですね。重いです、ただ単にハンドルが重いっていうだけの感触だったかな。まあ多分微調整すればね、もうちょっとマシにはなるんだろうけど、まあそれに比べて2は未だに、まあシムとしてはね未だに楽しめるのかなと思います。ただね、違和感あるような挙動を示す時もありますね。遠赤踏んだ瞬間に即スピンするような謎挙動があったりとか、まあそういうのもあったりするのがカーズ2かなと。でカーズ3自体はまあこの先ね、アップデート次第では全然ね別物のゲームに生まれ変わって爆発しそうな要素がありますよね。ただいかんせん初動が悪かったんで、その印象をどこまで拭えるかだと思います。で主なね3のネガな部分で言うと、その資金繰りの難しさ、そう、その割にはもうなんていうんですかね、イベントでね特定の車じゃないとクリアできないような難易度に設定してるとか。だからね、難易度自体は問題ないんですよ。気軽にね車買えるぐらいのお金が手に入るのであれば。ただ現状だとね、あれもこれも車買ってっとあっという間に金欠になるんですよ。だからね、そこら辺のバランスがうまく取れればね、もうちょっとねいろんな意味で楽になるんですよね。まあ予想とか自分の欲しい車でね買って実際やってみたら、なんだよ2秒足んねえじゃんみたいな、どうやったって無理だよみたいな、
そのくせね、この車買ったと思ったらいきなりね、タイム超えちゃう。うん。まあそれでもいいんですけど、だったらね、せめて車をね、指定してくれればね、あ、これでクリアできるんだっていうのがわかります。で、個人的にあと早急に直してほしいなと思うのはカスタムペイントですね。ほんと、個人的に本当に切に願うって感じです。なぜならね、俺、グランツーリスモスポーツを買ってから1週間カスタムペイントしかしてなかったですからね。そのぐらいああいうの大好きなんですよ。なのにね、現状だと、あのストライプ入れても結局ラインがね、曲がってたりとか、そういう感じになっちゃってるじゃないですか。早いとこ直してほしいですよね。まあ現在でもね、様々なバグがありますからね。あのカスタムペイント導入してたのにレース始まったらノーマルペイントに戻ってるじゃんみたいな。とか他にもね、数々のやつがあるんで、まあどこから手つけていこうって感じだと思うんですけどね、制作会社の方も。多分何としてでも、あのバンナムあたりからこの発売日に発売しろって感じで出したんだと思うんですよね。もう修正は後でもいいからとりあえず発売しろみたいな。でもそれによってね、もう結構な被害を被ってると思います。だからね、いい加減ゲーム会社の方もね、後からその修正パッチ当てれば大丈夫っていう考えをやめといた方がいいと思います。今ではね、もう SNS とか YouTube とか動画サイトで、まあ、そういうのが発達してますので、初動っていうのはすごく重要だと思うんですよね。そういう人たちが要はレビューを上げちゃうじゃないですか。そう。だから昔はね、あのファミ通みたいな、ああいう雑誌を買わないとそういうレビューっていうの載ってなかったんですよ。それ以外だったらね、買った人からね、買った友達から直接聞くなんていう手段しかなかったんですけど、今じゃね、スマホ1台で簡単にそういうのを調べられちゃうじゃないですか。ってことはね、いかに最初のね、印象が重要かっていうのがね、昔と違ってきてるっていうことだと思います。発売日をね、延期しすぎても問題あるかもしれないですけど、まあこういう場合だったら延期してでも、もうちょっとね、そういうバグを少なくしてから出すべきだと思います。あとは発売日の選定自体も問題なのかもしれないですね。どこが主導でその発売日を決めてるのかわからないですけど、もうちょっとね、余裕を持ったね、開発期間を持たせないと、なんかすごく大急ぎで作った感が否めないんですよね、いろんなところが。で、あとはね、そのシム寄りにするのかカジュアルにするのかっていう。で、カジュアルにしたけど途中から方針転換したような雑な感じになってるんですよね。でもまあね、今ネガみたいなことを言いましたけど、そこを修正できればね、全然カジュアルゲームとしてね、あの面白くはなると思うんですよ。で、カジュアルゲームのね、醍醐味である車の収集、それがね、もうちょっと可能であればね、このゲームも全然盛り上がってくるとは思うんですけどね。ただここまで初動がまあ微妙な結果が出てますので、うん、どこまで開発するんだろうと、修正するんだろうっていうのは疑問点が残りますけど、修正するのもね、ただじゃないのでね。でもまあデラックスエディションを買ったのでね、今後の発展を期待して応援していきたいと思います。それでは本日もありがとうございました。